朝日新聞にまた中島武さん、かっこ政治学者が出てくるんですね。で、中島武さんっていうのは、あの、秋葉原事件っていう本の著者です。生きづらさの原因求め、誰かを敵視。この生きづらさっていうワードが出てきたのがいいですね。生きづらさ。で、この人はこの戦前にも、なんか似たような事件があったと言ってんですね。安田善次郎刺殺事件、1921年、100年前ですよ。で、この安田善次郎刺殺事件を起こした右翼青年の朝日平吾は、家族と折り合いが悪く、仕事も長続きしなかった朝日は、天皇の重臣とその取り巻きが悪い政治をしていると決めつけ、自分の不幸もそのせいだと思い込むように、そして財界の要人に社会活動への寄付を要求して回り、断った安田を殺害したのです。生きづらさが事件の要因の一つだったとっていうふうに書いてます。まあ、この人、まずこの朝日平吾がすごいなと思うのは、財界の要人にちゃんと寄付を要求して回ってるってことですよね。こういう発想がすごいじゃないですか。その後も鬱屈を抱えた人物が理不尽な暴力に及ぶ事件が続きました。生きづらさの問題が絡んで連続的なものとして暴力が発動されてきた末に、権力者が明確なターゲットとされたのが今回の事件でした。で、生きづらさが生まれる背景について私はずっと語ってるんですよ。これはかなり私の主観が反映されているので、妥当かどうかはわかりませんけど、私の主観で言えば、生きづらさが生まれる一つの大きな原因がコミュニケーション能力の格差です。で、そのコミュニケーション能力が生まれる背景は、発達の偏りっていう分析をしてます。発達の偏りっていうのがもともとあるんです。まあ自閉傾向ですっていうのがあるから、コミュニケーションがうまくいかない、コミュニケーションがうまくいかないと待遇のいい仕事に就けなかったり、異性と愛着の形成ができない、だから追い詰められて無敵の人になる、また無敵の人にならない場合がほとんどですけど、そういう事件を起こさなかったからといって幸せに生きてるわけではないっていうのが私の解釈です。じゃあ、その何をすればいいのかっていうことなんですけど、この人がね、いいこと言ってんですよ。つまり自分の弱さを認められなかったっていうことですよね。で、この中島さんが言ってるのは、その、包摂する社会。社会的な包摂ってことが大事だって言ってるんですよ。で、これ、あの、ユッキーナの話でも言ったんですけど、その、誰かに対して、理解や包摂を求めるんじゃなくて、まず自分自身が自分自身を包摂しなきゃいけないわけ。その自分の弱さとか偏りとか欠落っていうものをまず自分自身が認める、それでいいんだとりあえずって認めることが一番大事なの。社会が何をするかっていうのも必要だけど、まず自分が自分をどう配慮するかっていうのが一番大事だと思う。で、さっきの話をすると、自分がうまくいかない原因っていうのが社会にあるんだ、宗教にあるんだ、政治家が悪いんだって思うんじゃなくて、まあ別に思うこと自体はいいんだけど、それを一つ一つ丁寧にほぐしていくと、その不全感というか怒りが生じる背景っていうのは、その仕事の面と性愛の面でうまくいってないんだってところをまず認める。仕事もうまくいってないよね、自分は。で、しかもモテてないよね、誰からも愛されてないよね。じゃあなんで俺は
仕事もうまくいかないし、女ともうまくいかないんだ って考えると、どうやらそれはコミュ力が問題なんだってことを気づく。認める。じゃあなんでコミュ力がうまくいかないんだろうって考えると、その背景に発達の偏りがあるっていうところにたどり着くんです。発達とあと愛着に。まあ、この二つはリンクしてますけどね。発達の問題と愛着の問題でリンクしてるんですけど、発達と愛着です。そこが根本なんです。で、愛着の問題も発達の問題も根本的には解決はしないんです。解決しないっていうか、その治療ができないっていうことです。だからこれっていうのは、その治療するとかっていうよりも認めることが大事なんです。そうであるっていう自分を認めるわけ。自分は何か発達に偏りがあるんだ。その認知の歪みっていうか、そういう状態であるってことを認めればいいんです。自分で自分を。で、まずこれを認めます。で、自分はそういうものを持っているから、人間関係とか日常生活とか、そういうところでいろいろ不適合が起きているんだ。じゃあその不適合を少しでも少なくするためにどうすればいいのかっていう、そのコミュニケーションのところの矯正ができるわけ。自分で自分を矯正するんです。それはね、全く視力と一緒なんですよ。視力。そのなんで、物がよく見えないのかなっていうのを考えるんですよ。で、物がよく見えない理由を考えて、どうやらそれは視力が悪いからだ。っていうのをまず認める。視力が悪いから物が見えないんですよ。じゃあその視力の悪い人がどうやったら生きていけるのかって考えると、矯正するしかないでしょ。メガネをかけるのか、コンタクトをつけるのか、オルソケラトロジーをやるのか、レーシックを受けるのか。っていうふうに矯正すれば物が見えるようになるんですよ。で、物が見えるようになれば、不適合も減るっていうことです。まず自分が視力が悪いってことを認めて、受け入れなきゃいけない。それは誰のせいでもないです。視力が悪いのは、視力が悪いのはしょうがないんです。自己責任って言葉についても語ってますね。自己責任、そう。何でもかんでも自己責任、自己責任って言ってきたんですよ。お前がそうなってんのは努力が足りないからだ。その努力でなんとかなるわけじゃないっていうのは、もう今ほとんど多くの人が認識してますよね。これは10年、15年くらい前はそういう風潮はなかったと思います。でも今、その個人の努力ではどうにもできないことによって世界が規定されているってことを多くの人が認識しています。だから、ヤフーニュースのコメント欄とか見てると、俺は同じ境遇だったけど、努力で這い上がったみたいなことを書くと、すごいバッドボタンがめっちゃ押されてるんですよ。つまり、そういう言説をもう人々は受け入れないようになってるわけです。努力では何にもどうにもならないんだと。だからどうにもならないから何もしないっていうのはやっぱり違うんですよ、それは。努力して何かが全てうまくいくわけじゃないけど、変えられる部分っていうのはあるんですよ、絶対。変えられないものは受け入れる。変えられるところは変える。その勇気っていうのが絶対に必要だと思います。何をすれば変えられるのかっていうことですよね。山上はこういうツイートをしてるそうですよ。なぜか、この社会が最も愛される必要のある脱落者は最も愛されないようにできている。彼にも愛されたい気持ちがきっとあった。でも弱さはマイナスの価値であると思い込み、助けを求められなかったのでしょう。まず弱さを認めること。誰かを頼ってもいいし、泣きついてもいい。自分の弱さを受け入れるところから、人と人との連帯の可能性が生まれてくると思います。そうですね。だから弱さを認めるってことですね。弱さを認める。自分の弱さ、欠落っていうものをまず自分で受け入れる。
自分は弱い、劣っている、ダメな人間だということを認めるんです。で、認めた上で、その自分の弱さっていうものが何なのかっていうのを、ちゃんとこう、冷静客観的に分析するっていうことですよ。まあコミュニケーションですね、一番私が言いたいのは。コミュ力ですよ。コミュ力っていうのは文脈のすり合わせです。で、そもそも事件を起こすっていうのは、出ていけと一緒ですからね。気に食わないならこの家から出ていけ。気に食わないなら仕事辞めろ。一緒ですよね。だから、この社会が気に食わないから、この世界が気に食わないから、事件を起こして、自分自身を社会から排除するわけ。自分が、その、要人、安倍晋三を殺害して、安倍晋三を社会から排除したっていう風に見えるんですけど、逆なんですよ。安倍晋三を襲撃することは、自分自身を社会から排除することなんです。もうそういうところまで行っちゃうわけ、振り切れて。だから、生きづらさの原因を求め誰かを敵視するんじゃなくて、生きづらさの原因を知ることです。あなたが生きづらい理由はコミュニケーション能力が低いっていうことです。それを率直に認めればいいんですよ。で、コミュ力を上げればいいだけのことです。まあ、それができなくて苦労してる人が多いっていうのが分かりますよ。分かるけど、そもそも論コミュ力が低いって自覚してんのか。いや違うな。コミュ力が低いことと自分がうまくいってないことがリンクしてないんだろ、多分。コミュ力が低いってのは薄々分かってんだよ。コミュ力が低いがゆえに、またはその背景として発達の偏りがあるがゆえにコミュニケーションがうまくいかず、今の状況が引き起こされてるっていう、そのつながり、因果関係のつながり、相関関係のつながりっていう、その全体像が見えてないんだよ。それをまずね、自覚することだと思いますよ。それをちゃんと自覚すればいいんですよ。どうせ、要人を殺害して、自分を社会から排除するんだったら、やれるだけやったらって思いますよね。加藤の例を見てもわかるように、たとえ死刑になったとしても、まあ、このケースはならないと思いますけど、あと20年くらいは少なくとも獄中で生きるわけですよ。で、どうせ20年そういう状況になるんだったら、その20年でコミュ力を上げることによってどこまで自分ができるかっていうのをやったらいいと思いますよ。コミュニケーションっていうものがすごく先鋭化してしまったんですよね。この現代では。で、昔は別にそんなものがなくても生きていけたんですよ。で、特に山上加藤のような高知の低コミュ力と私は言っているんですけど、なまじ勉強ができるっていうその成功体験があるんですよね。子供の頃に。なぜ自分はこんなに優秀なのにうまくいかないんだって思いがあるんですよ。その頭が良ければ成功するはずだっていう思いがあるんですね。特にこの世代の人はまだそれを引きずってると思います。賢ければうまくいくはずなんだっていう思いがあるんでしょうね。根底に。でもそうじゃないんだよ。コミュニケーションなんだよ。っていうその発想の転換にやはり気づかないといけない。例えば、そのコミュ力っていうのは、じゃあ仕事をしますっていう時に、その企業に対して自分の力をアピールするわけですよね。でもこういう資格を持ってても企業は全然魅力にならない。こういう資格だったらすごい大歓迎。でもこっちの資格を取ってしまう。で、取ったけど全然採用されない。それは企業が求めているこういう人が欲しいっていう文脈とすり合ってないわけですよね。とか、何か物を売ります、サービスを売りますって言った時も、
自分としてはこういうものを作ったら売れると思って作ったけど全然売れなかったっていうのは文脈がすり合ってないから売れないわけです。だから仕事っていうのはまさにコミュニケーションにおかならないわけです。まず採用のところで企業が求めている人材であることをアピールしなきゃいけないわけ。私を採用したらこんなメリットがありますって言えなきゃいけないし、実際に仕事をする場面は顧客、そのサービスの受け手が求めているものを提供する必要があるわけです。ほら、あなたが求めてるのはこれですよ、これを使ったらこんないいことがありますよってできるところが売上を伸ばしてるわけです。だから仕事っていうのはまさにコミュニケーションに他ならないんですよ。自分の文脈だけ持っててもしょうがないの。すり合わせるってことをしなければ。で、人間関係、異性との関係もまさにそうです。男っていうことで言ったら女がこういうものを求めてます、こういう男性像を求めてる。で、求めてるんだからそれを提供しなきゃいけないわけです。で、女が求めてるものは別に一つじゃないから、金だけじゃないんですよ。金もあるって言うとこれだけで、金がないんだったら金以外のところでそれを増やすしかないんです。コミュ力とか何か足りないものがあったら何かで補わなきゃいけないんです。だから自分が何が足りないのかっていうのを自覚しないと話にならないわけです。自分を客観視する、メタ認知するっていうことがなければその改善のしようがない。だからまさに実は受験と一緒なんですよ。勉強とコミュ力っていうのも。自分が何が足りないのか、何の教科が自分は苦手なのかっていうのをちゃんと自覚する。数学が苦手なんだ、で数学の中でも特にこの分野が苦手なんだってなった時に、じゃあそれをやる。自分一人でできないんだったらその予備校塾に行ったり、いいって言われてる参考書を使ったりする。でそれもその収入を上げたりコミュ力を上げたり清潔感を高めたりするのも一緒で、その中で自分が苦手なものは何なのかっていうのを自覚する。で、自覚してそれを高めるためにどうしたらいいのか、それはそれが得意な人に聞くっていうのもいいと思う。だからその例えばジムに行くっていうのはそうですよね。ジム、その体を鍛えたいんだったらそのジムっていうところに行く。で、そこには専属のトレーナーがいるんだから、そのトレーナーに聞いてどういうふうにしたらじゃあつくんですか筋肉が、とかって聞く。で、その例えば髪型とかだったら美容師っていう人がいるわけです。美容師って専門家にどうしたらいいのか聞く。服だったらショップ店員っていう専門家に聞く。まあその例えば年収を上げたいんだったら年収が高い人に聞く。成功してる人に聞いてどうしたらいいのかっていうのを聞くっていうところじゃないですか。そのね、苦手なことは誰かに助けてもらうっていうのはそういう意味では大事ですよね。自分一人で考えてると歪んでいくんで、だって認知が歪んでるから、そもそも認知が歪んでるんで、自分一人で考えてるとどんどん歪んでいくんです。で、その歪みを矯正するものは人との関わり、人からいろんなアドバイス意見をもらうことによってその歪みをまっすぐにしていく。で、この生きづらさの根本にコミュニケーションの問題があり、その背景に発達の特性があるっていうのが私の基本的な認識です。とてもコミュニケーションが上手な人、文脈のすり合わせができる人がこういう犯罪を犯さないです。だってすり合わせられるもん。すり合わせるのが苦手だからこういうことになるんですよ。バーンってぶつかっちゃう。まあ今言ってきたのはその人個人の問題で、その社会一般の人たちっていうのはそういう人に対して文脈をすり合わせるってことは当然必要です。自己責任っていう言葉は文脈の切り捨てなんですね。お前が悪いんだろう、お前が努力しないからだろう、お前が能力が低いからだと切り捨てるのは文脈の無視です。じゃなくてこの人に寄り添っていくっていうのはどうしても必要ですよね。あの、人として尊重するっていうことですよ。見下したり小バカにしたりするんじゃなくて、やっぱりその人として尊重するっていうことですかね。だから
私はその精神科に行っていろんな検査を受けるのはすごくいいことだと思ってるんですよ。受けた方がいいと思いますよ、本当に。生きづらさを抱える人は精神科に行くべきです。で、いろんな検査を受けたり問診を受けたりして、自分の脳の特性を知る。で、その脳の特性からコミュニケーションの不全が起きてるってことを自覚する。そして、コミュニケーションが円滑にいくように努力をするっていうことに尽きると思います。